平和を願う気持ちは同じだと思います。描くのは平和への道しるべ。お互いの共通点を対話できれば、何か絶望することとか嫌なことがあってもまだ戦えるなって思ってほしいです。人として忘れてはいけないものをジグザグに込めて。ブレイクゼロ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。ペインター滝沢美希、アーティストを志し、さまざまな経験を積んできた彼女がこの時代に伝えたい思い、対話と共存。今の時代は人間がすごく軽視をされてる時代だと思っていて、科学のための人間とかお金のための人間とか、先に物質的なものが来てしまっていることによって、平和に程遠い現実になっていると。だから自分はすごく生命を重んじる考え方っていうのが必要だなって思って、他人を重んじ対話をするきっかけになってほしい、そんな思いを作品に込めたきっかけ。一緒にその問題定義をしたい。なんかやっぱアメリカに行ってた時に、日本とかではもうないと思われてるかもしれないんですけど、人種差別っていうのがすごくある。平和から程遠い原因みたいな、戦争になっちゃう、みんな持ってると思うんです。暴力的な面だったりとか、使い道を間違えちゃったりとかするっていうのを提示したくて。国の違いや思想の違い、描いたジグザグはそれでも共に生きていくための象徴。ギザギザは中道思想、一個の空間に交わることなく共存している。絵画を作っていくっていうこともそうだと思うんですけど、今の時代を生きる方たちがどんなことを考えていて、どんなことを悩んでいてっていうのを一緒に寄り添って形にしていきたいっていうのがあるので、どこまでも中立なアートを、対話し共存する道を模索し続けるペインター滝沢美希のこれから。なんか自分でやっぱ社会情勢のことだったりとか、文化のことだったりとか、それを咀嚼して海外を含む現地に行って、いろんな人と対話をさせていただいて、自分がペインターとして何を今表現していくべきかっていうことを考えていきたいです。何を残していくべきかっていうの。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。金沢市アスターにて北陸発のブレイク前夜展が開催中。過去放送した注目アーティストや日本を代表するキュレーター秋元雄二セレクションのアーティストが集結。詳しくはオフィシャルサイトまで。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。